沖縄市産婦人科医クリニック島袋文です。今日は、水に溶ける粉末ジュースタイプのサプリメント、ビタミックスコンプリートと、それからレモン V について紹介したいと思います。ビタミックスと、レモン V、どちらもですね、粉状になってて、水に溶かして飲むタイプのサプリメントになります。で、砂糖が一切入ってないんですけれど、甘みとしてですね、ステビア、割と比較的に安全なですね、甘味料、こちらの方が含まれてて甘いので、まあ、子供でも飲めるっていうような、味になってます。で、まあ、レモンボーイはレモン味で、ビタミックスコンプリートの方は、そうですね、どっちかっていうと、ビタミン C が入ってるので酸味があるっていう感じで、まあ、酸味のある甘味料っていう感じになりますね。で、まあ、だいたいですね、150cc から 180cc ぐらいのお水で溶かして飲んでくださいっていうものになってます。で、うちの子供はですね、炭酸水に溶かして、これを飲むと、まあ、いわゆる、巷にある、酸味のある、炭酸水の甘味料ジュースと同じような味がするって、ああいった市販のジュース類っていうのはですね、すごいやばい人工甘味料とか砂糖とかものすごいいっぱい入ってます。もう体には絶対良くないし。で、あとはスポーツドリンク。これもですね、やっぱりすごい体に良くない人工甘味料や砂糖が入ってたりするので、まあそういったのを取る代わりに、こちらを取ると非常に栄養も取れて、体に悪いもの入ってないということで、まあこのサプリメントをぜひ飲みなさいっていうよりも、ジュース代わりに、ジュースを飲むんだったり、それからあと栄養ドリンクですね。もう巷でいっぱい宣伝されてるお疲れのあなたにみたいに売られてるやつは、やっぱりですね、もう砂糖や人工甘味で入ってるんですよ。なので、そういうのの中に本当に元気になれる、まあドリンク剤として、このビタミックスっていうのをお勧めしてます。で、ビタミックスコンプリートと、レモン V ですね。違いは何かっていうと、ビタミックスコンプリートはコンプリートっていうふうに言うぐらい、ビタミン、脂溶性のビタミンもですね、D、E、K が全部入ってるっていうのがコンプリート。で、レモン V の方も、ビタミン、脂溶性ビタミンのね、ビタミン、A は入ってるんですけど、まあ、D、E、K は入ってないっていう、まあ、その違いで少し値段も違いがあるっていうところなんですけれど、まあ、とりあえず、なんていうのかな、スポーツドリンク代わりに飲もうっていうんだったら、まあ、どちらでもいいんじゃないかなと。もう本当にスポーツドリンクはやめといた方がいいかなっていうところなので、だからこの、よく食欲がなかったりとか、熱があったりとかっていう時に、栄養補給にというんだったら、こちらがとてもおすすめです。で、今回ですね、ビタミックスコンプリートとレモン V ですね、賞味期限が1ヶ月切ってきたものがあるので、特別にですね、レモン V は、こちらのレモン V ですね、1箱、定価が4320円のところ3000円ですね。で、それからですね、ビタミックスコンプリートの方は、1本ずつですね、売ってるのが100円で売ってます。レモン V もですね、1本ずつ味見できて100円ですので、ビタミックスコンプリートと、それからレモン V、この機会にですね、味見してみようかなっていう人はもうチャンスなので、ぜひぜひ受付でですね、1本、取って、で、受付、待合室にお水があるので、そこでこう、マドラーを出させてますので、お水入れて、混ぜて、ぜひ飲んで味見してみてください。お疲れにもすごくいいです。で、まあ、どんな人におすすめっていうところでは、糖質制限してる人もですね、血糖値上がらないんですよね、ステビアってそんなに。なので、それもいいし、もう、スポーツしてる人とか、子供でもいいし、妊娠、授乳中の人も OK ってことですね。一つですね、難点を言うと、どちらも、葉酸が入っているんですが、この葉酸が、日本のサプリメントなので合成の葉酸なんですね。で、これがなければもう最高にいいんですけど、まあ、それでも、一応その辺の栄養ドリンク剤に比べるともう全然比べ物にならないもん、すごく体にも優しく栄養の取れるものっていうことでおすすめですので、ぜひぜひこの機会にですね、ビタミックスコンプリートとレモン V 味見してみようかなって人、お試ししてください。以上ですね、ジュースタイプのサプリメント、ビタミックスコンプリートとレモン V をご紹介しました。ありがとうございました。